はい、皆さん、こんにちは。バンチャンネルですが、お過ごしでしょうか。今日はですね、春人参でケーキということで、こちら、人参たっぷりのケーキですね、を実食いたします。作り方はですね、晩飯チャンネルで公開しますので、再生画面下の説明欄からぜひリンクは、アクセスお願いします。で、これがですね、オーブンで焼いた直後の、ケーキですね。このですね、実は焼き型、何を隠そう、100均の、ダイソーで、6枚入り100円で売っておりまして、今回はそちらにですね、卵とか薄力粉とかベーキングパウダー、砂糖、油なんかを入れまして、この美味しい美味しい人参ケーキ作りました。今ね、人参が旬、春人参が今まさに真っただ中ということなんでね、ぜひ人参嫌いの方でもね、おそらくこのケーキ食べれるんちゃうかなと思いますんで、ぜひレシピ動画見てください。じゃあ早速ですが、これ焼いてから今2時間ぐらい経ったんですけど、まだちょっとほのかにですね、あったかさが、もうすでに残ってないんですけど、なんとなくこう焼きたて感のあるですね、ケーキですね。じゃあこれいただきまーす。おいしい。ちょっとこれね、紅茶もいただきます。これは美味しい。紅茶とよく合いますね。ちなみにね、この焼き型一つで、6切れの、厚さ2センチ強ぐらいで6切れの、人参ケーキができました。今ちょっとね、今4切れしかない、家族ラジオ JOBB での収録の後のこれ、実食動画なんで、もうすでに2切れ食べてしまいました。またラジオの方もね、リンク貼っときますので、ぜひ聞いてください。作り方とかいろいろ。ああ、うまい。よっちゃんやりましたね。いつも一緒に料理作ってるよっちゃん。まあ、てか、ほとんどよっちゃんが作ってるんですけど。これちょっと、ごめんなさい。食べた後なんですけど、ここにね、人参が入ってますね。よっちゃん、今回の人参はどこのやつ使ったん？あ、これスーパーで買ったやつね。美味しいよ。めちゃめちゃ。何回か僕らこれね、試作してるんですけど、なんか人参の味がしなかったりとか、半焼けだったりしてるんですけど、今回ほら見てください。めちゃくちゃきめ細かく焼けてます。よっちゃんがね、4回の試作、今回も含めて4回作ったんですけど、かなりね、粉の分量とかにこだわったですね。人参の量も考えたり。あ、そうなんですか。かなり厳選レシピになってますんでね、ぜひ皆さん、晩飯チャンネルの動画見てほしいんですけど、で、ここにね、2つ置いてあるんですけど、これなんでやねんと思われた方、鋭いんですけど、これ実はですね、1日置いたケーキです。今回のケーキね、時間置いた方がしっとりして美味しいということなんで、こちらは、焼いてからまあ2時間ぐらいしか経ってないやつなんですけど、これはもう24時間経ってるということなんで、じゃあこっちの1日置いたケーキもいただきたいと思います。せっかくなんで、ね、ちょっと比較してみましょうか。こっちが1日置いた、これね、ケーキでございまして、で、こちらが、先ほど2時間前に焼いたケーキなんですけど、なんか違いってありますかね。断面とか、あと、この上の方とか。そんなに違いはないかな。なんとなく僕らじ、あの、肉眼で見るとね、焼きたての方がちょっとみずみずしい感じがして、1日置いた方がね、なんかしっとりした感じがするんですけど、それは先入観かもしれないですね。では、こちらの、24時間置いた方のケーキいただきたいと思います。明らかに違いますね。まずね、この周りのこのサクサク感が、焼きたての方があって、こっちはしっとりした感じです。で、あとね、この24時間置いた方が、もしかしたら人参の甘みが出てるのかもしれないですね。なんとなく甘いです。ただ、実は今回作ったやつとこの24時間後のやつってね、実は人参が違うんですよ、使ってる人参が。だから、しっかりとした比較はできないんですけど、ただ、今の実際こう食べた感じだと、この24時間置いた方が人参の甘みがしっかり出て、人参、もらったやつです。徳島のね、農家の方がいただいたんですけど、こっちの方はね、人参の甘みが、人参の味はしっかりしますね。だから、どうやろうな、人参ケーキとして食べたいんやったら、もしかしたら24時間置いといた方が、いいかもしれないです。で、詳しくはね、さじがめちゃんの説明欄にあるレシピからリンク動画飛んでほしいんですけど、今回の、
まあ、あのケーキのこの人参ケーキの立役者をこいつですよね、パナソニックのこの、まあ、これ先っぽ今外して洗ってるんですけど、電動ミキサー、まあ、手動ミキサーですね、これがあったからこそこんだけまあうまくできたかなっていう、もちろんよっちゃんのね努力もあるんですけど、このハンドミキサーがおそらくまあ必須だと思います。であとはこれね、これスライサーなんですけど、裏表でこの穴の大きさが違うんですけど、このスライサーで人参をこう吸ったんですよね。それも非常にこう成功した一つの要因かなと。であとはこちらのね、あの、まあ、別にダイソーさんにお金もらってるわけじゃないんですけど、100均のダイソーさんで買ったですね、パウンドケーキ型ですね、これ6枚入りで100円と、まあ、税込み108円なんのかな、まあ、そういうですね、ケーキ型で、しかもこちらのケーキ型ですね、あの、まあ、これ今回のその焼きたてのやつを使ったケーキ型で、これ周り見てください、あんまりこれついてないでしょ、まあ、これも今回 の、 あのレシピ見ていただいたらね、つかない秘訣とかは分かるんですけど、まあ、ちょっとそこはね結構焼き残しあるんですけど、まあ、生地がひっついてるんですけど、これもですね綺麗に洗って干せばですね、2回目も使えますんで、非常に今回のレシピは経済的にできておりますので、あの、まあ、使用した材料とかもですね、晩飯チャンネルのレシピ動画の説明欄とかに載せてますんで、ぜひお願いいたします。あと、まあ、最後にですけど、こちらですね、耐熱温度180ということなんで、今回のケーキのオーブンで焼いた温度が180度で、まあ、ギリギリやったんで、それ以上で焼く場合はですね、温度ねちょっと気をつけてほしいなと思います。さあ、というわけで春人参でケーキの実食動画でございました。ぜひ皆さん作ってみてください。そして楽しんでみてください。春の味でございます。まあ、このね、動画はちょっともう5月の終わり頃に公開するんですけど、まあ、とりあえず春でございますんで、よろしくお願いいたします。やっちゃんもお疲れさんでした。はい、それで皆さんよかったらまた家族ラジオ JOBBB の646でも、こちらの詳しい、作り方とか紹介してますので、ぜひ聞いてください。再生画面下の説明欄のリンクからよろしくお願いします。それではチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バンチャンネルでした。皆さん良い一日を、そして良い春人参ケーキライフを。さよなら。